デイビッド・ジョン・ビー・サントはイングランド・ブレントク出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1979年にウィンブルドン FC に加入すると政治 e として活躍する。特に1987から88シーズンの FA カップ決勝ではリバプール FC の攻撃陣を相手に後セーブを連発。60分の PK のピンチでは ジョン・オルドリッチのシュートをセーブし、得点を許さなかった。FA カップ決勝では初の PK ストップだった。結果、ウィンブルドンは前半に上げた1点を守りきり優勝を果たした。BE サンとはキャプテンとしてカップを掲げた。この活躍が認められると入荷するユナイテッド FC やチェルシー FC といったチームでもプレーし、活躍した。 フラム FC に所属していた2004年に一度現役を引退した。2013年にイングランド8部リーグのノースグリーンホードユナイテッド FC で54歳にして現役復帰を果たした。スティブ・ネイジ FC で GK コーチを務めていた2014年には息子で第 2GK であるサムビー・イーサントが負傷し、正 GK のクリス・デイ以外の GK が不足する事態に 落ちった時に控え GK としてリーグ戦でベンチ入りを果たした。出場すればリーグ最高齢出場記録を新記録の55歳に更新する状況であったが結局試合に出場することはなかった。ウィンブルドン FC での上記の活躍などもあり、1989年にサッカーイングランド代表に30歳にして初招集された。 11月に行われたサッカーイタリア代表との親善試合で後半開始時に、ピーター・シルトンと交代して代表デビューを果たした。翌年、デビッド・シーマンの負傷により1990 f i f a ワールドカップのメンバーに選ばれた。しかし、ベスト4入りしたチームで、出場機会は訪れなかった。息子のサムビー・サントもサッカー選手であり、自身と同じく GK である。 引退後は2014年にスティブ・ネイジ FC で GK を務めた後、2015年からはレディング FC で GK コーチを務めている。ありがとうございます。